はい、皆さんこんばんは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。昨日ですね、なんとなく疲れて寝ちゃって、まあずる休みって感じになっちゃったんですけど、まあ2日前に挙げた話でね、東京一極集中の話しましたけども、それをもうちょっとビジネス寄りで、あるいは皆さんが近い将来仕事を得るとかね、あるいはその地方郊外に住んでいる学生なんかは、その都内を歩く、あるいはその山手線があって、どこがどういう街で、あれどういうところがね、どうにどういう人が集まってとかね、所得水準がとか、おしゃれとか汚いなとかね、そういうイメージない、学生もたくさんいるとは思いますが、まあなるべくそのリアリティを持ってほしいと。で、まあ東京一極集中っていうものが今年1年でだいぶ、緩和というか、まあ僕が直前の映像でね、お伝えした通り、まあ結局何かでかいショックが起きないと何にも変われないっていうところはあるわけなんですが、まあものすごい遅さで、ようやくマシな方向に少しだけ動いてきたというお話を、まあビジネス寄りの記事からね、ちょっとお伝えしたいなというふうに思います。そうするとその身に迫ったね、自分の仕事とか、あるいは将来どういうところで働けば、同じ能力でもより所得が増えたりとか、より見通しが良い、事業ビジネスに関われるかとか、まあ分かるじゃないですか。別に観光庁でもいいですよ、役所でも。そういうところをですね、自分なりに実感を膨らませてほしいなと。まあ、だ実感を膨らますって日本語おかしいな。実感を持った上で、より妥当なイメージを丁寧に作り込んでほしいなというようなことを思ってますね。で、自己紹介に関してはですね、概要欄貼ってありますので、そちらご覧ください。で、まあちょっと読んでみましょう。で、今日ちょっと試しにやってるんですけど、まあ後ろ向いた時にですね、顔暗くなると思うんですよ。まあ瞳 AF にしてるので。で、他方でこれ今、まあ、iMac 27インチに映し出してるのは、これ読もうと思ってる記事なんですけどね、多分タイトルはですね、視認できると思うんですよ。で、まあ場合によってはこのちっちゃい文字の方も、さっき映像確認したら、まあ見える場合もあるみたいなので、まあとりあえずこんな感じでしばらくやってみようかなというふうに思っています。まあ不快だったり、まああまり意味ねえよということであればね、僕から見てなさそうだなと思ったら、まあまたスタイル変えようかなというふうに思っています。まあ気楽にやるのが一番なので、僕にとってはですね。で、皆さんもストレスをなるべく感じないとかね。で、これは誰だろうな、アングルって、まあコラムの類なんですけど、佐野秀幸さん、これはロイターの記者なんかな、何者だ、まずそれを見ておくべきだな。ロイターの社員ですね、これは。ロイターの社員が書いてこられるんですね。まあでも名前が貼ってある分だけ誠実ですね。で、東京5日ロイター、リート不動産投資信託市場に脱東京の影響が出始めていると。で、まずいきなり難しい言葉が出てきましたけど、不動産投資信託っていうのは、その不動産から上がる収益を、まあ、その企業のように、企業の発行して、が発行している株のように、売買することで、証券化したものになります。で、要は不動産ビジネスから上がってくる収益を株価のようにですね、その収益が上がったら値上がりするでしょうし、とで下がったら値下がりするでしょうしというように、売買できるようにしたものがあるんですね。で、これに関しては、まあ、半年、今年1年ですね、半分ぐらいの値段になっていると。まあ、とてもじゃないかですね、ないけどですね、これ、手出したら絶対にいけないものなんですけどね、現状で。まあ、多分もっと下がると思いますけど、僕は。で、新型コロナウイルスの関で、それも後でちょっとお話します。で、新型コロナで、すいませんね、学生向けだったら忘れて。で、不動産のそのビジネスをやってる会社っていうのは、一番でかいところだと三井不動産と、三井不動産と三菱地所とかあったりするんですよ。で、まあその辺が、まあ土地を持って都市開発をして、でそこから上がってくる利益を収益にするみたいなね、そういうことをやってるわけなんですが、まあ大体こういう会社は潰れていくだろうな、あるいはそのもう
勢いを失う一方で元に戻らないだろうなということをお伝えしておきたいと思います。財閥系だからとかでかいからとか昔からあるからとかもう全く信用ならないので、そんなところで見ないでくださいね。で、新型コロナウイルスの感染拡大でテレワークが普及する中、企業や勤労者が都心から郊外へ拠点を移す動きが出ており、東京の人口が都市部を中心に減少していると、まあ、これはもうまあまずですね。で、東京の不動産が大きな資産の大きな割合を占める、リート市場の下押し圧力となっていると、まあ、リートに関しては今言った通りです。で、日本の総人口は2008年の1億2880万人をピークにすでに減少に転じているが、東京では、そうなんですね。で、東京では主に若年勤労世代の転入に支えられ、一貫して人口は増加してきた。ただしこれは悪い傾向ですよ。皆さんが同じ仕事、同じ質と量の仕事をしても安値で買い叩かれるということになります。なので絶対全然良くないことです。で、それは前の映像で言いましたね。で、一貫して人口が増加してきた。東京都の人口推計によると、都の人口は2000年の1200万人弱から5月には1400万人まで達したと。まあログでもないですね。で、しかしその直後からトレンドが変調。10月1日時点の都の人口は前月比約16,600人減の1397万1100人と3ヶ月連続の純減を記録したと。まあこれはね、前回の映像で言いましたね。で、UBS 証券のシニアアナリストの竹内和志氏は、まあ名前どうでもいい、コロナ危機前から、ちなみに UBS は外資の割とでかい、ヨーロッパ系の銀行ですね。で、都心の昼間人口が、中間人口が減少することは想定してきた。ここまで短期的に人口が移動するとまでは考えていなかった。そりゃそうでしょう。ショックですから、不確実性ですから。もう一回復習しておきますね。世の中には危険とか危機って言われるものの中には主に2種類に分けられます。一つは予測可能なもの、リスクが計測できる、どのくらいの確率でこういうことが起きるだろう なあれどのタイミングでっていうのはある程度見立てが立つものをリスクと言います、危険と言います。で、全く予測がつかない東北関東大震災やコロナウイルス、あるいは、さらに昔だとリーマンショックや、あるいは、阪神・淡路大震災の類のもの、それはアンサーツンティ、不確実性と言います。で、これに関しては何が起こるか何にも分からない、誰にも分からない、いつ起こるか分からないからこそ何が起きても何の、柔軟な対応して、その備え、違うな、柔軟な対応できるように、何が起こっても生き残れるようにというようなスタンスを常に取っておくことが極めて重要なわけですね。で、その多分こんなことは起きないだろうっていうスタンスいること自体は非常に危険だということですね。まあ言い方を変えれば人間の傲慢だってことです。で、コロナ禍の影響については、まだ様子見のテナントが多いものの、長期的には人々の生活や経済活動の中心が一部都会から郊外へ移ることによる都心不動産への影響は懸念され、僕は一部じゃないと思いますね。もうほとんどか、移ると思いますよ、郊外に。で、東京市場では東証リート指数は前週5月以来の安値水準をつけたと。ちなみにリートの指数ちょっと見てみるか。リート指数、まあ、要は高いほど価値が高い、つまり資産価値が高くて、低いほど資産価値が低いということになりますね。じゃあ1年で見てみて、まあ、こんな感じですよ。ちょっともう少しでかくしないとダメだ。こんぐらいだと見えるかな。まあ、こんな感じで、まあ、これ1年の、まあ、チャートなんですけどね、グラフなんですけど、1年前、つまり2020年の11月頃にはですね、2200っていう指数だったんですよ、大きさが。で、それが、コロナショックで一時的に、まあ、半分の1200ぐらいまでいって、今じゃあどんぐらい戻したかっていうと、まだ1600ぐらい、半分も戻してないわけですね。で、まあ単純にこれがその不動産ビジネスの、さっき言った三井不動産とか、あるいは三菱地所ヒットインスで、でかい不動産の企業で、その収益を稼ぐ企業の収益力、引いてはそれが皆さんの給料につながってくるわけですけども、
そういう企業の収益力っていうのが2200からだいたい1600ぐらいまで落ち込んでると。まあだいたい4分の1ぐらいガクンと減ったってことですね。 25% 減ったって。で 25% っていうのはもうほとんどなんていうのかな、回復不能な水準ですね。基本的にはよほどもう産業自体を変えていかないと。でこれインデックスですから、全てのその企業とか あるいはビジネスの鳴らした平均を取ったやつですから、どの企業がとかじゃないんですよ。なのでもう産業構造自体を変えていかないともう元に戻らないだろうなっていう、こういうレベルになっちゃってるわけですよ、今年1年というのは。でこの辺が僕がまあ戻らないでしょうなって、むしろもっと悪くなるでしょうなって。で そのついでにです、事実として、まあ、先週か、まあ、もちろんこれ大統領選っていうのを絡んでると思いますけども、さらに安値をつけたっていうこと書いてありますね、5月以来の。でその後やや値を戻してるはいるものの、ね、同指数では年初来では 20.7% 下げており、まあ大体4分の1、5分の1ぐらいか。日経平均株価がすでに年初来高値を回復しているのとは対照的だと。要はですね、ビジネス全体はもうこれ日本に限らずですね、回復基調にあるわけですよ。まあ、消費者の消費者心理が冷え込んで、まあ、要は買い控えの類っていうのは一段落して、まあまあ、とりあえず購買意欲がまた元に戻ってきたなっていう指数もあれば、製造をしている方も、まあだいぶ良くなってきたよねっていうのもあれば、特にアメリカの、日本はまだというか対策が甘いのでできてないですけど、失業者数が改善したとか、失業率が改善したとか、そういう数字がねどんどん上がってきてるわけですよ。でも、まあ、不動産に関しては全く良くなる気配がないと、こういうことを言ってるわけですよ。まあ、分かりますか、この状況の深刻さって。あらゆる産業を鳴らしたその一国の経済成長のトレンドっていうものが回復している中にあって、この不動産絡みのものっていうのはもう軒並みもう全然上がらないと、要はもう見込みがないっていう状況にあるわけですよね。戻らないと思います僕は。で日清基礎研究所の準主任研究員、まあ、これも割と名前出てくるシンクタンクですね、佐久間誠氏も、東京で人口減少の兆しが見られることがリートの重しになっていると指摘すると、まあ、そんな話ではないですね。東京で人口減少の兆しじゃないと思いますよ。もう戻ってこないと思いますよ。で、まあその理由としては単純にですね、そのだってね、まあもちろん便利ですよ。例えばまあ女子学生で女の子でね、もう都内に家があったら、それこそ渋谷とか三宮橋あたりですね、自宅があったならば、もう毎日でも原宿とか渋谷行きたい、まあ、そういう子もたくさんいると思いますよ。でもそれがね、5年10年とかずっと住み続けたらどうなるか。もう空気は汚いし、もう人は多いし、まあ、便利は便利だけど、もう何を借りも高いし、何より息苦しいんですよ、落ち着かない。でそういう場所にずっと暮らしているよりは、その物のコストもかからずにゆったりと住める郊外で空気もいいし、で特に子育てのまだしている家庭でしたらね、やっぱり基本的に自然に恵まれた土地に住んだ方が絶対にいいですよ、というところを踏まえると、特に核家族から先にですね、郊外に転出していって、で当然その若い層一人身、まあ、僕も一人ですけども、やっぱ郊外に行くと思いますよ、優秀な人であればあるほど。優秀であればあるほどって言ったのは、まあ、多少語弊はありますけども、エンジニアとかデータサイエンティスト、デザイナーの類っていうのは、例えばですね、別にどこにいても仕事できるわけですよ、究極的には。なので、まあ、そんなね、せせこましいところで張り付いて、仕事をしようっていう気には、まあ、である必要がない。でもっと言うと通勤も大変じゃないですか。まあ、その辺もね含めて、まあ、今まで強引に都内にその首根っこ締め付けて、吸い寄せてきたトレンドっていうのがもう逆にもう逆流し始めたっていう、で本来のあるべき姿に戻るっていう動きが始まったばかりに過ぎない、始まったに過ぎないということだと思いますね僕は。
で、当初はコロナの影響で東京に来られないなどの理由で転入者が減少したことが減少の原因だったが、ここ数ヶ月でも見ると転出者が増えてきていると分析すると。だからまあ当初っていうのは、まあ多分発生してから1ヶ月2ヶ月ぐらいじゃないですか。そのリモート勤務とか、とりあえず一時的な対処とし対応策として、自宅で仕事をしましょうっていうことをやってたのが、そもそも数ヶ月経って、いや、もうそれ直前の映像で見ましたね、仕事の3割ぐらいは、3割か4割ぐらいは、いや別に自宅でできるやんけっていうことになっちゃって、その行く必要がなかったってことみんな気づいちゃったわけですよ。だから戻らないだろうなっていう、だってそっちの方が合理的だし何のメリットもないからってことですね。通い続けるあれ都内するので、この動きの背景にあるのはコロナ禍でテレワークが広がったことだというと、まあありきたりなことを言ってますね。で、住宅 J リート大手のアドバンスレジデンス投資法人によると、例年9月は年度夏季の人事異動に伴う秋の引っ越しシーズンで空室率が低下する傾向にあるが、今年は空室率が上昇したと。で、一方こうした脱東京の動きは長続きしないとの見方もあると。郊外での良質な物件の供給には限りがあり、それほどドラスティックな変化が起きるのかは疑問だと。まあ単純に何だろうな、独り身だったら親元帰ればとりあえずはいいし、だからお金かかんないですよ、まあ、貯蓄に回せばいいんですよ、それで。で、まあ活火作家としても、まあいい物件があるかどうかっていうのは記憶に限りがありということを言ってますけども、まあ場合によっては3世帯になるのもまあありかもしれないですし、まあそもそもね、土地買って建てちゃうっていうところから始めちゃうっていう方もね、たくさんいると思いますが、そんなに僕は気になることではありません、ね、で、三井住友トラスト基礎研究所の新規事業開発部長は言っていると。ただ業界関係者の間では今のところ都心の住宅価格が下落するほどの影響は見られないとの見方が多いものの、都心部の需要が弱まっているというのが共通認識となりつつある。ちなみにですね、裏では一人暮らし用の部屋がすごく下落してるっていう話があったりします。あれはマンションが売れない。で、それはなぜかというと、もう皆さんもうこの記事にある通りですし、まあそこに常駐する必要はなくなったからです。そういう人たちがもう急増したからです。あれはその世間体的に許されるというふうに判断したこと、人が一気に増えたからです。この辺日本人ダメなところですね。世間体ばかりを気にすると合理的な意思決定ができる。直前の映像では申し上げました。で、その辺も含めると、もう多分ゼネコンとか、ゼネコンというのはゼネラルコントラクター、建設会社ですね。ですね、不動産の開発をする人たち、その会社っていうのは、まあ、さっきの三井不動産とか、あるいは三菱地所のためですね、土地を持っている方で、その上物を建てる人たちが、建てる企業がゼネコンってやつですね。で、この2つは基本的にはもう軒並み収益は死んでいくだろうなと。で、実はですね、この2つっていうのはそもそももともとね、今年はオリンピックやろうって話になったわけですよ。で、ノリノリでですね、都内の開発をもうバンバンしてたわけです。で、それがそもそもオリンピックをお取り潰しになって、で、さらにこの状況じゃないですか。多分もうひどい借金抱えてるとか、あるいはもう行く先がない、収益を見込める先がないという状況になってるので、まあね、皆さんの中にも不動産ディベロッパーとかね、ゼネコンで働きたいという人はまあそんなにいないと思いますけど、まあやめといた方がいいと思いますよ。どんなに一生懸命頑張っても報われない企業の業界の筆頭になると思います。まあ直近のところではすごく分かりやすいメッセージとしてお伝えしたいなというふうに思ったのはこの辺ですね。で、さらに補足をすると、そのまあ人類有史以来からですね、人間っていうのは土地を求めて争って戦争を繰り返してきたわけなんですよ。土地がその全ての資源の源泉であって、ましてやそれがその人誰もが投資があるような土地、あるいはその不動産ということであれば、まあ、日本の場合それは 都内、あるいはその、まあ、ここの記事であったら新宿あたりですけど、まあ、僕は新宿住みたいとは全く思わないですけどね、もう汚すぎて。ただまあ新宿に本社がある企業はたくさんあるので、まあ、地価はそれなりに高いっていうのはあったりします。じゃあその住みたいところで伊東地ってなると、まあ、目黒とかね、麻布十番とか、あるいは麻布の方も、まあ、同じか、あるいは、まあ、六本木とかね、まあ、あの辺もあったりするわけですけど、まあ
そういうものの価値がそもそもそういうもの自体が需要が減ってきて人々が欲しがらなくなってきている。でさらには土地があるからそのじゃあ価値を生み出せるか、もうその資源を産出するって意味では、まあ、それこそね石油の採掘できるエリアとかそういう話になったりしますけど、今サービス業が、ね、中心になっているわけで、まあ、60% が日本でもサービス業中心ですよ。もうものづくり の国じゃないんですよ、まあ、悪い傾向ですけど。でものづくりをしていたとしても別にその都内の一等地で、ね、ものづくりやってる企業なんかそうそういないわけじゃないですか。となるとまあいよいよ土地っていうもの自体の価値が資産が価値を生まなくなってきたなと、もう原理的にということが確定した年になったのかなというふうに薄々分かっていたけども、もうその太鼓判を押されてしまった年になったのかなというふうに思っています。でこの辺が僕が言っているその常識を疑えと、三井不動産なんか財閥系だから大丈夫、でかいから大丈夫、業界1位2位ですけどね、三井不動産1位、三菱地所が2位ですけど、ゼネコンもね、5大ゼネコンとかありますけど、まあ、どうでもいいですよ、でかから、まあ、でかい分だけ損害でかいってことですからね、あのうまくな、まあ、あのいかなくなり始めたら、まあ、今そうですよ。で、まあ、JR 全日空もそうですよ。まあ、他にもうまくいってないその産業たくさんありますけども、その筆頭がこの不動産とかゼネコンだったりするので、まあ、つまんない思い込みとか偏見、あるいは上の世代ぼんやりとしたいわゆる意見、考えていること。なんか全く当てにせずにですね、もう現実で起きていることをデータっていうものを見ながら判断するようにしてくれいただきたいなというふうに思いますね。じゃあ最後になりますが、チャンネル登録や高評価の方お願いできれば幸いです。では今回はこの辺で。バイバイ。